はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、今現在ネット上でね、結構騒がれている、バースデーシールのね、絵が禁止になったと。キャラクターの絵がね、今までね、描いてくれるキャストさんがいたんですけれども、それがね、もう全面的にね、禁止になりましたよっていう、その問題についてのね、お話をさせていただきたいと思います。正直この問題に関しては昔からねありました。ジョマジがねもともとキャストしてたんですけれども、その時代からこれはね、禁止は正直されてはいたんですよ、キャストの中でね。だけど、一応キャストさんの中にはね、ご好意でそのバースデーシールにキャラクターの絵を描いたりっていうね、サービスをしてるキャストは確かにいました。でね、この問題に関してはね、もうぶっちゃけね、毎年のようにね、禁止されてきたことではあるんですよね。ジョマジの知ってる中でも多分7回目ぐらいじゃないですかね、今回ね。そのぐらい、禁止されては復活して、禁止されては復活してみたいなね、そういう状態になってるわけですよね。で、禁止はされるんですけど、復活しちゃう理由はですね、やっぱりね、キャストさんも入れ替わり激しいじゃないですか。キャストさんもやっぱ辞めちゃう方はいるわけでしょ。その禁止なのを知っててね、辞めちゃう方はいるわけですけれども、逆に禁止されてるのを知らない方がね、どんどん毎年何千人も入ってくるわけですよね。なので結局禁止されても復活しちゃうんですよ、すぐにね。もちろんそれだけが理由じゃなくて、例えばね、すごい暇な時間帯もね、キャストさんの中にはあるわけですよね。で、その時にバースデーシール行ってくるとしたら、なんかまだ時間いっぱいあるし、もうすごい暇だからなんかいっぱい書いてあげようみたいなね。だから結局はご好意でね、やってたわけなんですけれども、最近はですね、そのご好意じゃなくって、なんか普通のね、普段の仕事よりも、優先しちゃうキャストさんもね、正直増えてきちゃったのはもう確かなんですよね。例えばですけれども、ジョマジが見たのは、確かにその時間帯は、ね、すごい暇そうで、マーチャンダイズキャストの方で、レジの方だったんですけども、レジは確かにその時は全然並んでなくて、だから、そこに、ね、ゲストさんも行こうかなと思ってね、バースデーシール書いてくださいと言ったんですけれども、結局ね、すごい、ね、絵が上手い方でね、時間がかかっちゃったわけでしょ。で、そうするとやっぱりその段階では空いてたんだけども、数分後には何人かね、どんどん並んできちゃうわけですよね。だから結局大行列になっちゃったっていうのも見たことありますし、だから難しいところなんでしょうね。キャストさん自身も今時間あるから書いてあげようって思うんだけど、実際ちょっとね、過ぎちゃうとね、1分ぐらい過ぎちゃうと混雑しちゃってたりね、することもありますし、このキャストめっちゃいいうまいやん、私も描いてもらおうみたいな感じでね、その絵を描いてほしい列みたいなのがね、またできちゃう時も結構見たことあります。これはもうまーちゃん全然関係ないんですけど、まーちゃんももちろんそうですし、キャストの方も見たことありますし、あとはセキュリティの方でね、めっちゃうまい方もいるんですけど、その方も見たことありますしね、すごいなんかそれだけの列みたいになっちゃってるっていうのも見たことあるんで、確かにご好意ではあるんですけれども、なんていうんですかね、ちょっと時間がねかかりすぎちゃってるっていうのは結構やっぱ見受けられますよね、正直な。なのでやっぱ最近はちょっとね、なーなーなっちゃってるっていうのはあるんですよね。禁止されてはあるんですけれども、やっぱりご好意でね、このキャスト楽しませてあげたいなっていうのは確かにわかるんですけれども、やっぱ結構ね、時間がかかっちゃって、その本来するね、仕事よりもね、優先になっちゃってる時もあるんですよ。もちろん全部じゃないですけどね、ずっとやってるわけじゃないですから、そこは何とも言えませんけれども、そういう時もね、結構見るんですよね、ゲストとしてね、インパしてる時はね。で、キャスト自身も、そういうのをね、やっぱ切り替えないといけないのは確かなんですけれども、ゲストにもね、もちろん問題はあるんですよね。例えば、もちろんキャストさんのご好意でやってるものですから、それにね、リクエストするのはどうなのかなっていうのは正直思ってるんですよね。で、このキャラクター描いてくださいっていう感じで、もうリクエストしちゃうわけですよね。それはちょっとどうなのかなっていうのはあるわけですよね。バースデーシールってもともと名前書くだけのものですから、そこにね、自分からゲストからね、キャストのリクエスト、キャストさんのね、ご好意で書いてるものなので、書かれない時ももちろんあると思ってほしいんですよね。だけどもうリクエストしちゃうゲストがね、やっぱ増えてきちゃってるんですよね。で、あと中にはですね、そのただ単に書いてもらって結局ね、貼らずにね、持ち帰って SNS とかにね、投稿する方も結構いるじゃないですか。書いてもらいましたよっつって、だけど別につけてる
映像とか写真とかじゃなくって、なんか普通に持ち帰ってきましたみたいな、ね、方もね多々いるわけですよね。だからまあ本来バースデーシールっていうのはその場で書いて体とかに貼って、キャラクターとかね、あとダンサーさんとかがね、わーおめでとうって言ってキャストさんとかがね、あのおめでとうございますって言ってもらうものなんですけれども、いや書いてもらったよっていう感じで、もうただ単に体とかに貼らずにですね、そのまま家に持ち帰ってしまうっていう方もいるんですよ。であとね、まあ、中にはね、あのそれをもらって誕生日全然関係ないのにもらって、あのキャストさんとかあとはダンサーとかね、キャラクターとかが誕生日おめでとうって言ってくれるじゃないですか。だから目線くれるわけですよ。だから全然誕生日関係なくても貼る人が増えてきましたね。あのそれも正直見受けられます、最近は。まあオタの中でですけどね。あのだからまあ結構ねこのバースデー問題に関しましては昔からねよくあったことなので、まあまたね復活正直しそうだなっていうのはあるんですけれども、一応ねまたここ 2,3 日でねこのバースデーシールのね絵描くのが禁止されたよっていうのがね、結構あのツイッターで調べるとね出てきましたので、まあジョマジのね今思ってることを正直にねあの言わせていただきました。まあなのでね、まあキャストも悪いところはあるんですよね。あの本来の仕事よりね優先しちゃうキャストも残念ながらいるわけですので、まあそこも悪いですし、あとゲストはゲストでね、あの例えばその今言った通りなんですけれども、まあ結局貼らずに持ち帰っちゃうとかね、あとはまあ、せっかくねすごい綺麗だからね、あの折り目ついちゃうのも本当にもったいないのは確かにわかるんですけれども、まあ、結局バースデーシールっていうのは本当は本来貼るものですから、まあ、それをね貼らずに持って帰っちゃうとか、あとはまあキャストとか、まあ、ダンサーとか、あとはまあキャラクターとかにねあの目線が欲しいからね、あとはタッチとかしたいから褒めて欲しいからっていうだけでね、もう全然誕生日関係ないんだけど書いてもらうとかね、まあ、そういうゲストもいますしね。だからもう結構ねこれはもううんまあ、今回もね禁止はされてるんですけれども、結局はまた数ヶ月後とかにはね復活しちゃうんじゃないかなってね正直思いますよね。まあ、ジョマジ働いてたのもねもう結構前ですけれども、まあ、その段階からね禁止はされていましたから、まあ、でも結局はね禁止されても復活して禁止されても復活してっていうね、まあ、現状ですのでね、まあ、ちょっとこれがねまたどこ、まあ、でも今回のはね結構ねあのガチな禁止らしいのでね、なのでまあどうなんでしょうね、結構ガチなリセット的な禁止みたいなのでね、まあ、そこは、まあ、今回どうなるかちょっと分かりませんけれどもね、またこの問題はちょっとね見守っていきたいなと、ジョマジは思っております。はい、ということでね、今日はですねこれで終わりにしたいと思います。ということで、まあ、バースデーのね、まあ、キャラクターの絵禁止っていうのがね結構今ねあのネット上で結構騒がれてますのでね、まあ、ジョマジの意見でございました。はい、それではね今日はこれで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それでは終わりにしましょう。ジョマジでした。